ご紹介させていただきます。ニロちゃん三姉妹の次女をやらせていただきます。星ゆかです。よろしくお願いします。ゆかちゃん、はい、やばい、超かわいい。全然そっち側じゃない。いや、気のせいです。私は気のせいです。完全に。これ作ったんですか？はい、作ったんです。これはですね、みんなも頑張ったんですけど、事務所の先輩もみんな頑張って作ってくれたんですけど、私だけちょっと露出狂みたいな。いや、もうこのキャラクターのことは私も何度も打ち水は参加させてもらったようで知ってたんですよ。もう完璧じゃないですか。頑張ってます。もう本当にカンコスってこういうことを言うんだなって思いました。もうだって再現率半端ないですよね。このね、ここのパールとかもしっかり、はい、すごい可愛い。露出狂じゃないですか。チャットの方で起きてるけど。本当ですか？違うもんね。ねなんでそんなにお腹キュッてしてるの？いや、キュッてしてないでしょ。大丈夫ですかね、いや、めっちゃスタイルいい。いやいや、全体的にウェイですよ。ウェイ。何語だ、何語。で、そう、ゆかちゃんとね、さっき話してて、はい、刃つながりなんです、はい、私たち。イェイ。はい。よくないですか？どう？やえば、どうですか？やえば、どうですか？いかがですか？素敵って。やえば、やえば。やばいつながりって言ってた。やばくないですよ。で、ね、他にもね、今日見てなんだろうって言ったら、はい、アニメ好きみたいで、ゆかちゃんも。で、最近見て一番好きなアニメは何ですか？あの花でした。最近は相当久々です。だからすごい不安です。
だって完璧ね、本当に見てよ、そっくりじゃない？本当ですか？超可愛いよ。大丈夫ですか？うん、めっちゃ可愛い、似合ってる。素敵。でも当日バズーカとか大丈夫なの？バズーカで水撒くの？バズーカで水が撒きます。結構大きい。それも作ったの？それはあの中が水鉄砲なんで、シャシャってやって、バーン。でも個人的には中にウーロン茶入れて飲んでたいっていう。自分を涼しくしようって。巻こう巻こう。それは巻こう。巻きます。とりあえず巻こう。はい、ねえ、そうかそうか。ね、他にも当日はメイドさんが、はい、いっぱい来るらしいです。私は参加するのが初めてなんで、すごい、はい、私自身もちょっとドキドキな感じ。すごいですよ、本当に。秋葉原の駅前がもうメイドさんブワーって入って、もうすごい、あの、ね、最初の熱気がすごいの。もうじゃあもう私はキュンキュンしに行きます。いや、あなたはキュンキュンしに行きたい感じで。もうすごい楽しみなんで、私自身が、はい、一人で楽しんでバズーカ振り回してたいと思います。危ない。ちょっと危ない子みたいな。でちなみに当日私も、うん、あのちみつの方は参加します。はい、31日あの言っていいのかな、司会をあのゆめちゃんと先ほど出演していただいた、うん、と一緒にやらせていただくので、はい、会場の方にいますので、はい、皆さん来なきゃ、来てね、来なきゃ、お兄ちゃんと一緒に来て、来て。で私は何着ていくかまだ決まってないんだけど、うん、なんか派手な格好で なんか派手な格好で、いや、いや全然涼しくない格好教えてそうです、結構あの普段からずっとロリータファッションをしているので、あのエコから反するというか、もう暑い暑いで生きてきてるんで大丈夫、似た感じで、もう同じ空気を感じたんで涼しくね、街を涼しくして自分の気温も自分も上がって上がる、あのテンションが上がってね、当日撮影も OK なのかな、会場はどうなんですかね、まあ、迷惑にならなければ OK、 はい、程よい撮影は OK なので、ぜひね、声かけてもらえれば記念写真なんかも撮れるので、はい、カメラ持参で、はい、あ、記念写真ダメかな、ツーショットとか多分撮れる、あ、遠目から、うん、遠目からじゃあパシャパシャっとパシャパシャっと撮ってもらえればいいと思うので、はい、きっとね、すごい豪華な感じになっていますので、ぜひぜひ、はい、で、そう、うちみの説明もしたんだよね、この、はい、しちゃってましたね、秋橋ルールは、はい、燃える格好でって、燃える格好でっていうのは言ってない、そう、秋橋はそうですよね、普通のうちみずじゃないんですよ、秋橋式うちみずは燃える格好でキュンキュンとするような格好でうちみずをしなければいけない、はい、そうなんです、これは決まりなんですよ、はい、ですね、皆さん燃える格好をしてください、燃える違いでちょっとちょっとゴーっていう方じゃないですファイヤーじゃなくて、あのキュンの方の燃える方の格好で打ち水をしましょう、はい、で、あの虹利用水はこれは必ずそうなんですけども、はい、で、あと人にかけないように、はい、私が一番気をつけなきゃいけないことです、はい、はい、で、ちなみに、ボランティアも現在募集しております、はい、ぜひ、はい、当日一緒にね楽しく打ち水をしたいなっていう方、はい、ボランティア募集しておりますので、こちらの、はい、公式ホームページの方から応募できますので、はい、アクセスしてください、はい、一緒に頑張りましょう、はい、燃える格好何、着ぐるみっていうのがさっき出てたんですけど、ちょっときついですね着ぐるみ、でもね、去年ね、え、いたんですか、着ぐるみ、あれは何、あの、某ダースなんちゃらみたいなのがいて、うん、絶対今年中暑いって思いました思いながら頑張ってみんな程よく涼しい格好であの、はい、ちゃんと水分も取れるように、ね、自分の水分も取れるようにちゃんとガッツリと、うん、そうですね、あとは何かあるかな、でちなみにでも実際打ち水ってやられたことはありますか、打ち水ちょっとこれこのキャラクターをやるようになってから家の前でしてみたんですけど、やっぱりみんなの力がないとちょっと辛い、あなるほど、確かに一気にパーティーやるとすごい涼しくなって、この前私この打ち水とちょっと違うんですけども、はい、原宿打ち水というのがありまして、はいはい、原宿の方で主催のの方に参加しまして、はい、その時もまたこことはまた一味違う打ち水が行われまして、はい、そうなんですか、はい、あの原宿らしく同じようにロリータファッションの方がそれも萌え萌えですねもうあの本当一般の方からショップで働いてる方までロリータファッションの方が道にふわーって来て、みんなでパーってやって、それはそれでまた秋葉原とは全然違う空気で面白かったです、すごくカラフルな、そうですね、全国で今年はすごく打ち水がやられてるらしいですね、うん、エコで、そうなんですよ、すごいです、結構でも地域ごとにその打ち水のイメージというか違ったりして、ね、特殊だなって思って、で他にも
何でしょう、今度は、丸の内かな、で打ち水がありますし、はい、横浜もあるのかな、横浜は見てない、ね、まだ未定な感じなんですけど、結構あちこちで調べるといっぱいあるんですね。そこ主催打ち水みたいのがあって、私たちもまたどっか行くんですよね。え、どっか行くの？フッサとか。あ、フッサ、はい、私行きますよ。フッサ、フッサ、そうで、私フッサが分からなくて、フッサって私最初読めなかったんです。私も読めなかったんですよね。読めないかなっていう、すごい知ったかぶって、うんうん、分かった、行く行くって思いながら、なんて読む、こういうとこなんだろうね。みんなが言ってるのを聞きながら、ふっさふっさ。で、そこにもね、8月の何日でしたっけ、4の方で参加させていただきますので、皆さん姉妹も行きます。はい、あ、じゃあこの格好で、この格好で、ふっさで、ふっさでこの格好でいます。絶対目立つよ。いろんな打ち水にまだ参加予定なんですけど、基本この格好でいるので、はい。まだでもこの格好で参加はしてない？この格好は次が初めてですね。初めて、そうか、はい。きっと秋葉原では馴染めると思うの。そっからだから。そっからはね、結構頑張って。はい、頑張ります。でも次来る三女はですね、結構まだ馴染めますかね。三女が一番普通の格好な気がしませんか？うん。リボン大きいけど大丈夫だと思う。そう、なんであのね、あちこちこれから回るみたいなんで応援してますので、はい、ぜひホームページとかあるのかな。はい、小役のあのブログ、これ準備室で今度今ホームページを作ってる最中なので、はい、はい、このブログを見ていただけると、それから各々個人、お姉ちゃん、私、次の三条の個人名でですね、うん、検索していただくと、あの声高プロジェクトにもつながりますし、私たちの情報もわかりますので、はい、じゃあぜひ調べていただいて、はい、お願いします。ね、実際に会っていただいた方がいいよね、はい。